起点の府中分かれ交差点付近福山市入泉町、国道313号は、広島県福山市から岡山県を経由して、鳥取県東伯郡北栄町に至る一般国道である。沿線に観光地が多いことから、ロマンチック街道313とも呼ばれ、観光振興の盛んな路線である。1970年に県道から一般国道に昇格した路線であり、鳥取県道、岡山県道倉吉勝山線、鳥取県道、岡山県道倉吉甲府線の一部、岡山県道久世武部線の一部、岡山県道高橋久米線の一部、岡山県道井原高橋線、広島県道、岡山県道福山井原線をもって成立。高橋市中心部。国道180号との重複区間倉吉市、和田付近雨量によって通行規制が実施される区間は、下記の表の通り。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成備中松山城下を街道の中心とし、現在の広島県福山市や鳥取県倉吉市などにつながっていた旧備中往来と大部分が広域的には一致し、踏襲する形となっている。主な橋梁トンネル、井原市吉井町吉井の旧東上往来にある道標。井原市吉井町から、福山市に通じる道がかつて存在していたことを物語る。現在の国道313号は広島県福山市の国道2号を起点に北上し、福山市横尾町より旧山陽道に沿って岡山県井原市に入る。そして井原市の中心部より旧東上往来に沿う形で井原市吉井町に向かい、旧東上往来と分かれ、高橋市を目指すが、国道313号が国道に昇格される以前、国道のルート設定の段階以前において、現在のこのルートとは別のルートを国道として整備する構想が浮上していた。井原市の中心部を通さず、旧東上往来と並行させないで、福山市と高橋市を短絡で結ぶというもので、福山市から一気に高橋市を目指すルートと、県境の井原市高山町から高橋市を目指すルートの2つが候補になっていて、いずれのルートも井原市吉井町で、現在の国道313号と接続されることになっていた。しかし、このルート構想を実現させるためには、長大なトンネルの建設を必要とし、大規模事業になることと、井原市中心部が国道のルートから外れ、当時の旧井原市にとっては国道の恩恵が受けられないことで反対があり、現在のルートとなった。ありがとうございます。